絶対にゴールド2は行く。目標低いん？いやいやいや、まあ通過点ですよ、通過点。最終目標と通過点の、とりあえずの目標は違いますからね。毎回行ってね。いや、毎回行ってたとしても、もう今はね、この、魂、ソウルが違うんです。ソウルが、いつもとは違うんです、私は、今。ソウルをかけて発言しています、今。皆さんに。マウスソウルじゃねえよ。まあ、確かにマウスソウルも買ったんだけど、そう、なんかガラス張りのマウスソウルを買ったんだけど、なんかあんまバロラントに向いてないって言われて、まだ使ってないんだよね。でもデザイン的にはめっちゃ可愛いんだよ。Gプロのピンクのマウスパッド用のマウスソウル。ソウルって見えないのに、見えないところのオシャレは大事でしょ？じゃあさ、お前らさ、茶色のパンツ履いてる女の子とピンクのパンツ履いてる女の子だったらどっちがいいよ。それと一緒だからな、マウスソウルも。ピンクの方がいいだろ。私のソウルはグレーなんですけど、そこがグレーからピンクに変わるっていうのは、女の子のパンツが茶色からピンクに変わるみたいな、それぐらいすごいことなんだよ。白がいい？お前の好みなんて聞いてねえよ。二択で言ってんだよ、二択で。茶色かピンクだったらピンクがいいだろっつってんの。え、ちなみになんだけど、みんなは、実際みんなは何色がいいの？あ、白なんだね。青？水色？黒も多いね。あーでも黒と白って多分ロリが好きかお姉さんが好きかみたいな感じだけど。紫？コン？白はロリコン？いや、そうだと思うよ。でも清楚な女の子が好きっていうタイプかも。黒は童貞？いや、逆だろ。いや、ごめん。こんなことやっちゃう。ダメ。白履いてる人見たことない。そうだね。実際女の子ってあんま白履かないと思うよ。白は幻想ってこと？そうだね。みんなが想像してるのは白のどういうパンツなのかな？ティーバッグは実際履く。あ、ティーバッグを履くか履かないかって、その人もエロさとかってより服装によるんだよ。例えば、まあ、友達でよく履いてた人いたけど、タイトスカートっていうのかな？ぴっちりする、体のお尻のボディラインが出るスカートをよく履く子だったのね。そういうスカートを履く子は多分ティーバッグを履くと思う。そうそう、パンツのラインが出ちゃうからティーバッグを履く。そういう理由の子は、多分結構いると思うよ。俺もそれが理由でよく吐く。気持ち悪いな。いや、マジで想像しちゃった。でも、私がアジャコングが吐いてんの想像したのはティーバッグじゃなくてふんどしだったわ。ロープでケツがクイってなってんの想像しちゃったわ。最悪だ。え、男でも吐くの？え、そうなの？え、ぴっちりズボンがしてるのを吐くときにティーバッグ吐くってこと？アリケンのパンツ想像してみて。いや、私アリケンのパンツ見たことあるよ。前に配信でさ、その半ズボンみたいの履いててさ、で、まあパンツがでかいからさ、その半ズボン履いてんのかなって思ったらパンツだったんだよ。しかも普通に配信でさ、映してたからさ、こいつバンされんじゃねえかなって思ったんだよね、アリケン。そう、クソデカトランクス。うろうろしてたんだよ。そういう配信してたの、アリケン。クソデカパンツで部屋をうろうろする配信してたの。いや、見ちゃったんだよ。ちなみに話戻るんだけど、男性もティーバッグ本当に履くの？結構履く。あ、そうなんだ。え、初めて知ったよ。よくはみ出ちゃう。やめて。てか、はみ出るも何もないだろ。え、どうなってんだろう。え、待って、どうなるんだ。男性がティーバッグを履くとしたらどうなるんだ。出るんだって。いや、出るとかじゃなくてさ、はみ出すんじゃないの、わざわざ。はみ出るって隠れるの？隠れることがあるの、まずティーバッグで。はみ出るか出ないかとかじゃなくて、隠れるのかの方が疑問なんだけど。出しとく派は賢い。残り1名。そうだよね。私もそういうもんだと思ったけど。想像したら。よし！攻めない、詰めすぎない。ここよ。危ない。今日雪でも降るんか。何、私が上手すぎて偉いってこと？お母さんに代わってもらわないで。でもさ、ムカつくことにさ、昨日結構お母さんと過ごしたんだけど、部屋じゃない、リビングで。リビングで結構一緒に過ごしてたんだけど、いやー、ママもさ、多分そのバロアンとやったら上手いと思うんだよね、とか言われてさ、本当かよって、多分あんたより上手くできるよって言われて、なんか嫌な感じになった。ママに PC 買ってあげよう。いや、嫌だよ。絶対やんないもん。言ってるだけだって。りっちゃん、1と2、好きな数字教えてくれ。まあ、カルビは猫だし、にゃんの2が好きかな。1か2なら。いや、でも1番の1もいいよね。1だな、1。1番か2番だったら、1番でしょ、1番。やっぱみんなも1番になりたいな。アイドルみたいなこと言うぞ。だってアイドルだし。で、この間、この間さ、私さ、お風呂でね、アイドルアニメ見てたんだよ。で、お母さんがさ、もうお風呂の外側にいたのね。
で、このガチ恋がなんとかみたいなこと言ってたの。あのファンのみんなにああだこうだ、ガチ恋がああだこうだみたいなアニメでそういうことを言っててさ、え、なんかアイドルになるためにそういう修行してんの？でもお母さんにバカにされたんだけど配信においてのアイドルの心得みたいのをアニメで学んでんのかってバカにされたわ。ただ純粋にアイドルアニメが好きで見てたらそうやって言われたよ。もうあなたおばさんですやん。おばさんじゃねえよ。何がおばさんだよ。うるせえよおじさん。